クレーグ・ジョン・カウンセルは、アメリカ合衆国インディアナ州、サウスベンドで生まれ、ウィスコンシン州、ホワイトフィッシュベイで育った元プロ野球選手。右ト左ヒ現在は、MLB のミルウォーキー・ブルワーズの監督。愛称は、ザ・チキン。また、彼の父親も、ブルワーズの球団職員をしている。ノートルダム大学から1992年の MLB ドラフトで、 コロラドロッキーズから十一巡目指名され入団。1九9五年にメジャーデビューした。1九9七年七月二十七日、マーク・ハットンとのトレードでフロリダ・マーリンズに移籍。そこでは準レギュラー格の選手としてプレーしていたが、完全にポジションをダッシュするには至らなかった。1九9九年七月十五日にライアン・モスコートのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍。 移籍後、小児竜医師はエリック・ヤングが務めていたため、主に内野の控えとしてプレー。2000年3月17日にドジャースを解雇され、FA となる。同年3月20日にアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍。チームが世界一に輝いた2001年にはリーグチャンピオンシップシリーズで MVP を受賞した。2003年12月1日にリッチー・セクソン、シェンナンス。 後日発表選手とのトレードで、クリス・カップアーノ、チャド・モーラー、ライル・オーバー・ベイ、ホルヘデラ・ロサ、ジュニア・スパイ・ビーと共に、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。2004年10月29日に、FA となる。2004年12月21日に、フルスのダイヤモンドバックスへ復帰。 ミルウォーキー・ブルワーズ時代2006年11月29日に2年契約で、フルスのブルワーズに復帰。現役最後となった2011年には、連続無安打記録をあわや102年ぶりに更新する、ところだった。2012年1月に引退を表明。その後は、ブルワーズのフロントで、編成や育成部門を担当した。2015年5月4日。 成績不振で解任されたロンレニキーの後任として、ブルワーズの監督に就任した。2018年はチームを7年ぶりの地区優勝、リーグ優勝決定戦に導いたが、リーグ優勝決定シリーズで、ロサンゼルスドジャースに3勝4敗で敗れてしまった。2020年1月8日、監督契約の延長が、球団から発表された。ポジションは二類種、遊撃種がほとんどだが、 内野ならどこでも守れるため、晩年までスーパーサブとしての色合いが強かった。バッティングの際、バッティンググラブを着用しない選手でもある。選球眼が良く、ボールを選ぶので出塁率が打率の割に高い。また、フォームもトルネードを思わせるような独特のものだった。ダイヤモンドバックスに移籍してからは、出場機会が増え、その後、ダイヤモンドバックスとブルワーズを行き来しながら、 出場機会を得ていた。ありがとうございます。